勝てたのはまぐれだろう。アイテム一度に4つも、報酬の格が違う。このタイミングで帰還石が出てきたってことは、クエストはまだ終わってないってことなのか。だよな、今ので終わりなわけがない。吹き飛べ、テティスの怒りに飲み込まれろ。当たれ。E級ハンター水志のシュン、お前は所詮その程度さ。ただの向こう水な身の程知らず。黙れ。クエストが終わるのか。どうやらお前をここで死なせたくないみたいだね。じゃあまた会おう。ここはペナルティーゾーン。そういや、今日デイリークエストまだ終わらせてなかったよな。ナイスタイミング、おかげで助かった。ストア、疲労は回復しても体力は回復しない。ここでならレベルアップで HP を回復させられるんじゃないだろうか。コンディションは最高だ。軽く走るか。ペナルティーゾーンではレベルアップすると体力が回復する。ポーションも使えるし。あと3分で転職クエストに戻されるのか。ストア、もっと強力な武器が必要だな。あった。これならさっきよりは戦いやすくなるはずだ。あとはこれだ。マナが不要なスキルか。効率はかなり良さそうだな。これが最後のチャンス。今準備しておけるのはこれくらいか。あとは運に任せるしかない。帰ってきたのか。数時間で数がバカみたいに増えてんじゃん。本当に終わったようだ。やっと転職できる。与える？選べるんじゃないのか。おそらく攻撃力の高い戦士や速度を活かせる暗殺者、あるいは体力を評価されタンク系になるかもしれない。待て、なんだよこれ。これが俺の職業。魔法系ネクロマンサー、影を背負った魔法使いとそれを追うアンデッド軍団。
あ、拒否できるんだ。いいえ。隠し職業？ネクロマンサーの職業体験みたいなシステムがあればいいのに。この魔法使いたちはネクロマンサーに似た力を使ってたよな。魔法使いたちと違って俺は戦闘能力も兼ね備えている。優れた戦闘力を持つ魔法使いに軍まで率いることができたなら、上級ダンジョンを一人でクリアすることもできるかもしれない。命令語か。起きろ。死んだ相手なら召喚できるってことか。もし A 級や S 級の影を抽出することができるなら、こいつを従えることができたら、騎士団長高潔のイグリッド、こう起動。いなくなった奴の椅子なんか守ってないで、目の前にいる俺を守ってくれ。起きろ。お前は今日から、イグリッドだ。